まあ、身体性っていうのはですね、その認知科学において極めて重要なことなんですけども、そのロボットにおいてはですね、あの、まあ、こういうまあ、ロソンナルミクスみたいなもの非常に強い身体性を持っているんです、ね、ものがれているんで,す、ね、でロソンナルミクスが非常に面白いところで、まあ、元々ダープの、ね、研究が始まったんですけどえ全く論文書かないんですね、基本的に論文書かないでその唯一の研究成果の発表っていうのがこういう YouTube に書かれるビデオで。 これは一つのクリティカルな姿勢で、ね、われわれとしては、えー、と別にあの論文を書くとかそういうことではなくて、こういう、えー、物を作る、そういうことで、えー、卓越性を見せるんだという,そう,いう、ね、姿勢が表、えー、れているですそのラ一つの難しいところです、ね、こ,こ,でこのパーカーというのはも、えー、ともとフランス軍が始めた通りで、えー、こういうなんかジャンプをして、ね、トレーニングするとかそういうです、ねえー、やり方おそらくオリンピックの種目になるのかなと。

It settles into a steady walking cycle sustained by an entirely passive interaction of gravity and inertia. This machine is also a passive dynamic walker. For that matter, I may be a passive dynamic walker. As you'll see, our gates are quite similar. The camera was running the day when the analysis and my intuition were brought conclusively into line. Those few steps convinced us that we had the dynamics right. The reason the machine failed was a problem called knee bounce. So for later experiments we went to a set of mechanical catches and で、えーこのまあ、これはですね、マキアの1990年の論文ですけども、えーなんかその、もともと何か機能を持たせるときに、それを無理やりその制御しながら持たせるんじゃなくて、構造の中そのものに埋め,埋め込むというアプローチは、ですね、大変僕は有,、えー、有効なものだと思ってるんですね。で、このマキアの、えー、1990年の論文は、とてもとても長大なもので、えー、いろいろその面白いこと書いてあるんで、ぜひ、えー、興味がある方は。 読んんででいいたただきたいんですがで、この身体性によってその機能が実装されるというのはそのモロフォロジカルコンピテーションというですね、えー、ロール・ファイファーの考え方にもつながっていくわけですねこのロール・ファイファーの2006年の本があるんですけどもこの中でファイファーはですねえ、まあ、非常に優れたロボットの研究者なんですけど、えーまあ、従来何か思考するっていうと A のようなね え木工というかその脳の中でそのある種のコンピューションが行われるということばっかり考えてたんだけどえやっぱり身体化されて環境と相互作用する中で実は機能もさまざまな認知も生まれるんだっていうこの B のような考え方が大事だとで例えばあの走るっていうのはロボティックスでいうとハードプログラムで フライトフェーズってここに書いてありますけども、その足が両方とも浮いちゃってるときなんですね、それをどうあの制御するのかというようなことが実はすごく大事なんですけども、えー、その時にそのモルフォジカルコンピュテーション、えー、と要するにその例えばから足の部位の細かいところとか、まあ、さっきのパッシブダイナミウォーカーとか、そういうものを通してですね、えー、と要するに知性が発創発するっていうんでしょうか、えー、中央集権的な認知のコントロールではなくて、 身体性を通して環境との相互差を通してある種の賢さが争発するという考え方があると。でこのようなですねその、えっと、必ずしもその脳の中に非常になんか高度な認知がなくても。 えー、環境との相互作用で、えー、そう何か知,識知性のようなものが生まれるというような考え方って例えばブライテンブイク・ヴィークルと呼ばれるです、ね、ブライテンブークという人が考えた、えー、と非常に単純な、えー、とセンサー系なんだけどそのセンサー系と、えー、環境の相互作用によってなんかその知性のようなものが創発するという考え方にもつながっていくわけで、えー、ブライテンブークはですね、えー、と一連の,その、えー、とロボットの、えー、試行実験を行ってこのようなロボットの場合にはこういう、えーまあ、創発 あの振る舞いを創発するよと例えばあのこのえっ、ー、とこのプラテンバーグのですね、えー、考え方に基づくこれだとなんとなくそのえっ、ー、と光を見つけるその周りをぐるぐる回るんでワーシップなんかその光を崇拝しているようなそういう振る舞いも生まれるよというようなことを、えー、言うているわけですでえっ、ー、とそもそもですねその我々がなんか認認知してあの環境の中である種のインテリジェンスを発揮するときに その身体性による制約ってのは非常に面白い問題を含むんですね例えば昆虫類がそうですこれはオサムシ類ですけども、まあ、オサムシというのは、えー、とあまりその平行水平移動距離が長くないんで種の分化が起こりやすいんですけども、えー、その時にですねその交尾器の形状が、えー、とオスとメスで強進化してですからその行動認,知認知行動を通して、えー、とその 後輩の相手を選ぶというよりはえそもそもそ交尾機の形状がある形状をしているので特定の相手としてか交尾ができないというその進化が先行して、えー、その表現系のですね、進化が促されていくというような研究があります。えー、このでですすね、ですね、QTL ローカスこれがその遺伝子上で、えー、あるなんか表現系が、えー、載っている材があるんですけどそこのところの解析で、えー、とそのような交尾器のオスとメスの共進化を通してです、ねえー、より広範な進化が先導されるとこれなんかはその、えー、身体性を通した進化ということを考える上で極めてあの面白い事例だなと思うんですねで身体性っていうのはいろんな意味でっ、えー、と我々にとってその認知のです、ねえー、多様性を教えてくれるわけで Water is way more efficient at transmitting sound. Each sound moves about four times faster in water than in air. Cool, huh? Almost all toothed whales use sound to hunt, navigate, and communicate with each other. These animals have evolved to thrive in an underwater world. Their clicks, whistles, and calls will bounce off different surfaces, telling them what's around them, even if they can't see it. This is called echolocation. Tooth whales are big melon heads literally by shifting it they can produce and process these echoes えー、イルカの認知を考える上での非常に重要な身体性であると、でこのメロンと呼ばれるここの部位の、えー、機能っていうのはまだそんなにかん分かってるわけではないんですけど、まあ、徐々に徐々に研究が進んできていて、その解剖学的な特質なんかも分かってきてるし、それから、どのようにしてそれが、あのそのそイルカの内部から音が出て、それをそのメロンストラクチャーも関与して、それがフォーカスされて、それビームとしてこうやって。 えっと、外に出ていくかというようなことも、えー、徐々に分かってきてるわけですね。で、この分野において、その、えっ、ー、と、コンピュータシミュレーションによってですね、どのようにそのビームが、えー、作られるのかという、そのアロイヤンらの研究があります。で、アロイヤはですね、こういうふうにはそのイルカの、えっ、ー、と、メロンストラクチャーをシミュレーションして、え、その様々な音源から音が出たときにですね。えっ、ー、と、この一番左側がですね、メロン、えー、上から、そう、だんだん、そのメロン。 があるるものになるとこのようにだん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 そのフォーカスが強まっていくとだからメロンが存在することによってその音のビームのフォーカスがよりシャープになるっていうような解析をしているわけなんですね。でじゃあ実際にそのイルカではどういうふうにビームが。 音ののビームが作られるのかってこことをやるためにくターゲットがあってそこにイルカが、えー、と音のビームを発信してターゲットが例えばあるなしとかそういうことによってある振る舞いをするとえご褒美の餌の、えー、魚がもらえるというようなそういうことのセットアップをしてでそこでその、えー、とイルカのですね、えーとその えー、音がどのようにどの部分でどのようなぐらいの音圧で出るかみたいなことが解析できるとでこれヘプツナとバグスっていう 2, 2, 2個体がいるんですけど実はその、えー、と音圧の文法を見ると何、えー、か個体差もあるとだからそのヘプツナとバグスって2つの2人のですね、イルカでちょっと音の出方が違うよっていうようなことも見えてきているわけなんですねそれからそのエコロケーションという意味においてはよく知られているのがバーンオールメンフクロウの、えー あの、え、え、we think of barn owls as birds of so dusk, dusk and night, so haunters of the dark, creatures of the moon. Oh. So to see them so hunting by day out here along the Essex sea wall startles me. この分野において非常に重要な貢献をした方がマーク・コニチさんですね。でマーク・コニチさんがその、まあ、長年その、綿、えっと、袋の音源定移の研究をされたんですけども、えっと、重要なことはその耳の間の、えっと、到着時間の差ですね。 イインンタタールムディフス、それからその耳の間の音の圧力、音の大きさの差、Inter、これの、えー、を使って音源定義するんですけども、この時に、えー、リュークエアスラミナリス、NL というところの神経細胞のコインシテンスディテクションが重要だということをマコニッさんが、まあ、ずっと研究されたわけです。でこの面服の面白い身体性というのは、えーと、右と左でちょっと耳の位置が違うんですね。 でその耳の位置が違うということを含めて、立体的にオ源ン定義ができるようになっていると、ですからこれは本当に見事な、えー、認,知か認知プロセスにおける、えー、身体性の関与の事例だと僕は思うんですね、であのこの要するにこういうことを考えていくとです、ね、つまり脳が大きい理由が、大きい必要はどれくらいあるのかということになってくるんです、ね、小さな脳でもその環境との相互作用、身体性を通した環境との相互作用があったら、えー、高度な認知を実現できるんじゃないかと。 例えばですねミツバチなんかの例だとミツバチの脳っていうのは当然大きくないわけなんですけどミツバチが、えー、と実現している認知っていうのは非常に高度なのでそれが身体性とか環境との相性 を通してですね、どのように実現するのかということが非常に興味深い問題なんですね。でこのようにミツバチの神経回路を解析したりとかですねあるいはですねその、えー、と非常に重要な問題意識としてある特定の目的のためのここにスペシャリストソリューションって書いてありますけども、えー、となんか非常に専門化されたアルゴリズム愛車回路の実装だけでなく。 そのコグニティブな、えっと、このコグニティブってことが何なのかってことが非常に面白いんですけれども、より広範な状況に対応できる抽象度の高い認知が生まれるのかどうかということが、あの研究の一つの焦点になってービわけですね。 研究っていうのは、興奮をこうやって伸ばす反応があって、その興奮を伸ばすって反応が甘いものだと当然、興奮を伸ばすのは当然なんですけど、その特定の香りと結びつけて条件付け刺激で、その学習ができるかどうかっていうようなことを興奮を伸ばす反応を通して研究したりとかですね。あとその、え、ー ミツバチの場合にはその大脳神皮質みたいなものもないんでそのマッシュルームバディと呼ばれるような構造があったりするんですけどそのようなその固有の回路を通してどのように学習が進むのかということを研究しているわけですね。であの先ほどそのコーギニティブっていうことの定義が面白いって言ったんですけども。 同じと違うという、ですね、その学習をディレイドマッチングトゥーサンプルあるいはディレイドノンマッチングトゥーサンプルのプラパラダイムを使ってできるわけで例えばですね、グレーティングあの縦か横縦縞か横縞かかということを通して同じ例えば同じ塔に行くと蜜がもらえるあるいは違う方に行くと蜜がもらえるという形でその同じ違うという学習をするとモダリティを先生、モダリティを変えてです、ね、今度色で同じ違うということでテストしても実は同じようにいけますよと。つまりだから、 ミツバチは同じ違うという概念を学習できますよという研究があるわけですね。で、そのような回路に、そのような学習にどのようなところが関与しているかということを研究されてるんですけど、そのときに重要なのがそのマッシュルンバームバディーと呼ばれる部位です。ですから、人間の脳にその大脳新皮質はないんだけど、ある種のコンバージェントエボリューションというんでしょうか、神経系は違うんだけど、認知プロセスにおいて同じ違うという概念が人間でももちろん発達している。 独立に進化していいるととうことが言えますでエドワード・ウィルソンというです、ねえー、と社会生物学者が、まあ、いたわけなんですけど彼の,その代表作というか渾身の対策が「アンツ」というね「アリ」という本でこれはピュリッツァ賞を取ってるんですけどでそのアリの行動解析において重要なのはそのホームベクターといって。 巣がどっちの方向にあるかってことを、あるいは積算して把握しているとで、そのホームベクターを使ったナビゲーションがどれぐらいあるかってことで、えー、こ,れのこの分の解析では、ですね、その環境の中にランドマークがたくさんあるようなところだったら、ランドマークを使って、えー、巣にも変えれるんで、ホームベクターを使うのが40%ぐらいですよと。だけど、そのランドマークがない環境にある。 えー、ところではつまり特定のランドマークを使えないんでそういうところではホームベクターを使って90%くらいあのナビゲーションしてるよっていうそれでしかもそのパータベーションですねホームベクターがあってじゃあ巣に戻るっていう時にそれに沿ったファミリアなルートに対してちょっとな何らかの理由で例えば、えー、と風で飛ばされちゃっただとかあるいは実験者が、えーまあ、アリを移動したっていう場合もあるでしょうしそれから、えー、と逆に、えー、とアリ自身がちょっとエクスプロレーションで いつもと違うルートを通ったっていう、その場合にはアリの中でそのシャが行われているわけなんですけど、そういう時にホームベクターの扱いがどうなるかということを研究する方々がいらっしゃいます。さあここで全く違うものについてお話なんでをしますけども。アナヴァザンディング・コンプリティング・コンプリート・デーディフェンント・ンン ディアスについてちょっとここで考えれはあのボ,ボッシュの有名な「アセン e オ t ザ f レ h e b っていう1490年以降に書かれたと推定されている絵、えー、なんですけどこのように光のトンネルがあって向こうから光があってそこをなんか人が行くというようなことが書いてるんですけど、まあ、ボッシュは、えー、言うまでもなく偉大な画家で、えー、私は一度プラド美術館でこの快楽のその図を そこにあるってことを知らないでちょっと突然見てびっくりして30分ぐらい口をアングリーと開けてたらあの後ろ側ですねアメリカ人のバックパッカーが来てやっぱり同じように口をアングリー開けてなんじゃこれやって見てたのを思い出すんですけどあのこの先ほどの,その光のトンネルの向にを通って向こうに行くっていうような。 ということが、その臨死体験と呼ばれる、死にかかった方のです、ね、経験の中で行われるということが言われていて、でその臨死体験には9つの、えーまあ、特徴があると言われています、これ、モースっていう人がまとめたんですけども、えー、まず死んでしまったっていう感覚、それからすごく平和で、痛みがない状態、そして世界との絆が断たれてしまったっていう感覚がある、それから3番目に、その対外離脱体験っていうのがある。 例えばだから自分自身の姿を、周りで医師がいろいろやってるところを天井の上から見ているようなことがあるとで。4番目にトンネルエクスペリエンスですね。先ほど、その、えー、とボッシュが書いてたような光が向こうからさしていてトンネルがあるみたいなものであると。それから、えーとなんかえー、と向こうのに光があのなに包まれた人たちがいるというような経験があったりとか、その光そのものの存在。 それが神なのか何かわからないんですけどそういうものと出会うっていうこともあるしそれから興味深いライフレビューですねライフレビューっていうのはまあ自分の一生が走馬灯のように見えるっていうそして8番目にリラクサンスリターンですね戻いたくないともう純粋な愛に包まれていて元,元を置いた人生に戻りいたくないって考え方そして9番目にパーソナリティが全く変わってしまうと。 ですからその、えー、と臨死体験した人はその後姿死生観が変わってよりそのなんてか、えー、前向きというか肯定的な方向に行くということが知、まあ、られている、でもちろんその、えー、と科学的に言うと臨死体験というのは脳が作り出した幻想なんでしょうけどそういうことが臨床的に起こるということは重要なことなんですね。でグレイソンっていう人がその臨時体験の スケールを提案していて、それがグレーソンスケールっていうんですけども、えーと、臨時体験をどの程度したのかということについての、それを計測するスケールがあります、で、それを使った研究もある、で,ですからこれは繰り返しになりますが、あくまでも幻想かもしれませんが、でも一定数の患者さんが病院の中でそういう体験をされるってことはすごく大事なことなんで、そういうことを研究する方がいらっしゃいます。でこの手の手ですね まあ、パラノーマルというかその意識の変性体験についての研究で、えーまあ、まともな人の一人がチャールズ・タートですねでチャールズ・タートはですね体、えー、外離脱体験についても研究をしていてでターートは、えーそのまあ、例えば体外離脱しないと見えないようなところにあるパターンを見てきてそれを後に正しく報告できた人が いいると主張しています。でもこれがどうかと分かんないと科学的な視点から見るとやっぱり対外リダイスっていうのは要するに特それが幻想としてじゃなくて実際に情報が、えー、外にあってそれを対外リダイスで見てくるっていうようなケースがあるってことを信じるのはなかなか難しいただそのチャールズ・タートってのはなかなかユーモアのある人である時その、えー、友人がですねおチャールズ、あのなん トイレ行ったらトイレに理が宇宙の真理が書いてあったんだよつってなんて書いてあったのって言ったら使った後は流すことって書いてあったっていうそういうことをユーモアを持って語ってるんですけどまあその超常現象ですねウォータード・ステーサのコンシャスです意識の変性状態を研究する人としてはチャールズ・スタートは比較的いい人なんじゃないかと思いますで科学的な視点から見るとですねその対外列体験っていうのはテンポロ・パラリタル・ジャンクション TPJ ですね 頭頂側頭接合部の活動によって引き起こされるというエビデンスがあって、ですねでこれはあのブランケーラの研究で、その対外離体外脱在圏をいろいろ研究したんですけども、まあ、対外離体外脱在、要するに我々の身体イメージというのは脳で作られているわけですから、えっと、実際の物理的な身体と、えー、その体、ボディイメージ、あるいはその自分、セルフがどこにいるかということの知覚は当然ずれるわけですね。でそのえー、と 体,外自殺体験に関与したと考えられる部位はどこなのかって脳でマッピングすると、それはテンポロパライタルジャンクションの値に集中していると、TPJ ですね、これはメタ,に、えっと、メタアナリシスでいろんな文献でどこなのかって、そのセルフ、特にセルフに関わるようなプロセスはどこなのかというと、TPJ の値に集中しているということがあの分かるわけです。 でこの TPJ、テンポラパラリタルチャンクションはですからその体がどこの部位にあるかということを処理しているんだけど、えー、そ,のそれと倫理的な判断が関与しているというのがものすごく面白くてつまり、倫理的な判断というのはどうも身体性と関,与してる関係しているようだとでこれが有名なそのトローリー問題ですけどもこういういトローリー問題あるいはそのブリッジディレンマという一、まあ、人を犠牲にして5人を助けるということだけじゃなくて今度、その一人というのをが。 橋の上にいる太っちょの男でその男を落とすことで5人を助けるというような問題を提起をしたときにです、ね、このような、えー、と脳の、えーまあ、倫理的な判断をするところの脳の部位が実はテンポロパレダイクシャンション TPGA であるということが、えー、分かっているわけなんですねですからその、えー、と倫理的な判断ということと、えーそのまあ、身体性ということが非常に深く結びついているというのがとてもとても面白いところだと。 つまり、我々は常にその身体性というものを通して、えー、理人的な判断をしているらしいということが、えー、こういうことから見えてくるわけなんですね。で、えっ、ー、と、このようなことはですね、当然、その、ええ、今、非常に研究が進んでいます。自動運転の。 におけるモラルジジャッジメントですね例えばじゃこの自動運転で車が走ったる時に、えー、と左に行けば正面衝突でひょっとしたら乗っている人が死んじゃうとまっすぐ進むと歩行者を跳ねてしまうとでこういう時にどうすればいいのかということを研究しないと我々は自動運転者を安心してアルゴリズムで走らせることができないんですけどもこれについてその MIT がですねモラルマシンというサイトを使って大々的な。まあ だからアンケートを取って検索してしるわけですねでこれモラルマシンというのは例えばそのこの図でいうと今右側にありますけれども直進すると歩行者が死んでしまうとで右に曲が、えー、ると,、えー、と乗っている人が今度死んでしまうとこういう状況でどっちを選びますかというようなことを、えー、と世界中の人に聞いてですね左側がそのどこの人が答えたかというその IP アドレスの分布だと思うんですけどこういうふうに世界中の人が答えて。 でそれを解析しているんですけど、例えばその、えー、と右側だと、ですね、どういう属性の人が優先されやすいのかと、これ見、B を見るとひどくて、猫は一番優先されなくて、ちょっと犬の方がそれより優先されていて、で一番、その間にあの犯罪者がいるっていうです、ね、な <laughs> んなのかよく分からない、で一番その優先されるのはその、ベビーカーに乗った赤ちゃんだとか、だから属性によって、女の人か男の人が若いのか、年寄りなのか。 太ってるのかあのどうなのかとか、そういうことによって属性、えー、と優先される度合いが違うというのと、それ左側のデータは、えー、とやっぱりその、えー、とどれぐらい、えー、と例えば何、どういう因子が影響を与えるのかと、例えばだ何人を救う,救うの、えー、とだ何人救ということが関係するのかとか、人間と他の動物だとどっちを優先するのかとか、そういうような解析をしているわけです。さらにその、この MIT のモラルマシンの、えー、面白いところはです、ねえーと、地域差があるんだと。で えっと、このクラスターが世界の中で出てきていわゆるウェスタンクラスターと呼ばれるような欧米のです、ね、文化それからイースタンクラスターと呼ばれるような、えっと、日本とか台湾とかです、ね、中国とかそれから、えっとえー、中東ですねそれからサザンクラスターと呼ばれるような、えー、中南米ここで何を優先するかという価値観が少しずつ違うんですよと。 ですからその、えーですか、自動運転の、えー、問題は結局、単一の答えがあるというよりは、えー、文化依存的に複数の適応戦略があり得ると、でここら辺これからどう考えればかというのは、えー、実用的に重要な問題になってくると思います。でずっと我々今日身体性の話をしているんですけどやっぱりボディイメージがです、ね、どのように作られるかというのは非常に重要な問題で,でペンフィールドです、ね、そのホムンクルスの地図を作ったわけですね。脳のどのど部位で 体のどの部分が処理されているかっていうことを、まあまあ、ペンフィールドを見つけたわけなんですけどこの、えっと、ボディイメージは実はその直感というものと非常に深く結びついているということをアントニオ・タマシオが言ってるわけですねでアントニオ・タマシオの,のソマティックマーカーハイポセシスえつまりですね我々が何か決断したり選んだりするときっていうのはソマティックマーカーその身体感覚によってさまざまな直感を培っているところが大きいと。 これがそのデ,スデカルトのエラーという本の、えー、本根本的な主張ですね、つまり、えー、脳は立地的に判断して、えー、自分の、えー、行き先を決めるのではなく、えー、それと同時にその身体感覚、えー、それから感情、こういうものによって導かれていろいろなその、えー、決断をしていくというのが、えー、このデカルトのエラーの、えー、根本的な立ち とということになりますですから、この人間観ですね、つまり人間というものが理性的な存在で自知的に考えるのか、それとも身体性、身体感それ,それに基づく直感、そういうものによって、えー、自分の道筋を選ぶのかという、ここら辺が非常に、えー、興味深いところですね。それで、その、まあ今日ずっとですね身体性ともらえていって話をしてきたんですけど、えー、これはですね私が最近メルカリで買った、どっか行っちゃったな。えーっと スヌーピーの絵なんですけど、これちょっと面白くて、be run away from これ非常に面白くて、どんな問題も、まあ、真ん中になんかその問題があるわけですね、パズルがあって。で、それはどんなにお、どんな問題でも大きすぎたり、あるいは複雑すぎて、そこから逃げ出せないってことはないって。なかなか複雑なことを言っていて、普通は問題に直面することが大事だとか、 問題から逃げないことが大事だとか言うんだけどこれはそうじゃなくて逃げてもいい問題があるんだよってことを言ってるわけですね。でこのようななな、えー、非常に複雑なしなんていうか 認知っていうのはどのように、えー、我々の中で立ち上がるのかということを考えるときに、あのそのインテンショナリティ、思考性ってことは非常に重要になるわけですね。で僕は昔、ウィンで行った学会で出会ったホ,ホージランド、えー、もう亡くなってしまったんですけど、ジョン・ホージランドの、えー、トークがものすごくインプレッシブで、彼は、えー、この中でオーセンティック、インテンショナリティって話をしてたんですね。でインテンショナリティっていうのはもちろんあの、これ、論文をぜひ読んでいただきたいんですけど、あのまあ、 思考性というのは例えば言葉の意味なんかもそうだし何かに注意を向けているという心の状態もそうで,で通常に考えるとこのような、えー、と注意を向けているとかねそういう状態って、えー、動物にもあるように思うんですけどこの時法事犯とか言ってたのはいやそうではなくて自分の行為に対してその行為の責任とかそういうものをモラリティの問題として自分自身に引き受けるみたいな。 構造がないとそれはオ、えーセンティックインテンショナリティ思考性があるとは言えないんだとだこの時ホージランドは犬とか猫にはインテンショナリティがあるとは言えないというようなことを言ってたんですねでこれは非常にあのある種極端な考え方のように見えて実はその思考性ということの身体化において極めてなんていうか えー、本質的なことを言っているように思いますそしてですねその身体性と数学の関係っても非常に面白くてこれはレイコフとヌネッツの「フェア・マテマティクス・カム・フォン」っていう,、えーそ,う,いうえー、その本なんですけど、えー、この本の中でそのヌネレイコフらはですね、えー、数の概念っていうのは例えば 1+1、えー、は2というそういうアリスメティックの概念っていうのはインファントでもあってでそ,のそれを予想を破るような振る舞いを見るとインファントは驚くわけなんですけど。 でえー、プレファレシアンロッキングパラダイムを使って、えー、とその驚いてるということを我々は把握できるんですけど、えー、とこの本の中で,です、ねえー、レイコフラは、さまざまな例えばトポロジーの概念とかです、ね、あるいは幾何学上の概念が、いかにその我々の身体的なスキーマによって生み出されているかということを詳細に論ずるわけなんですね。さら、えー、にその同型性っていうのか、ホモロジーみたいな概念もそういう形で出てくると。 ということを言ってで例えば E の iπ プラス 1=0 というですねそういう式がどのように出てくるのかってことを、まあ、身体性の側から論ずるんですね。で数学っていうのはもともと身体性に基づくスキーマとかそういうもので生み出されてくるって考え方がある一方でその数学にはそのプラトニズムの、えー、伝統があって。 このです、ねえー、バーネイズの、えー、1935年の論文ですね、これ、英語で訳されたものですけどもその、えーとまあ、数学にはプラトニズムの概念があってで、その数学的な概念って最初からあるんだと、でプラトン的な世界の中にあるんだってい考えたがる。でも一方で、その数学的な概念っていうのは、我々のその身体的なスキーマというか、身体性か抽象化されたという概念も考えたものとで、この2つの概念は、まあ、対立しているようでいて数学の、えーと、数学という、まあ、 これ、クオリア問題に非常に深く関わるので、またこれ、この講義シリーズのですね、どっかで論じたいと思うんですけども、数学の本質論と深く関わってくるわけですね。で、この身体性とプラトニズム、プラトニン主義っていうのは、関係っては、僕はこの、えっ、ー、と、アルキメデスのですね、総和で非常に深く表されている気がするんです。というのは、そのアルキメデスは、まあ、ろん幾何学者で、で、ずっと幾何学の問題考えたんだけど、ある時、ローマの兵士が。 はい、やってきてでなんかアルクメダリスに話しかけたんだけど、数学の問題を考えているか邪魔しないとかって言われてローマの兵士に殺されてしまった。というそういうまあ、そう。有名な歴史的な相話があるんですね。で、えっ、ー、とこれが真実かどうかわかんないんですけど、その数学のプラトン的な。 えー、世界、えー、つまり、えー、いろんな概念がですねプラトン的な世界の中にあるというそういう考え方と、世界はら我々一人一人が身体性を持っているという、まあ、数学者だとお腹空いてご飯食べたりするわけじゃないですか、その間の非常に不思議な関係を、僕はこのアルキュメデスの相話は表しているように思います。えー、身体性の話でした。ままた来週お見かけましょう